伊藤秀夫は日本の柔道家、法務教官、旧姓大久保。1922年、富山県富山市の富豪農家であった大久保家に生まれる。旧姓人通中学校に入学すると柔道家剣道が必須科目となっており、付き添いできていた父親が柔道の選択を即決したのがこの道との出会いになった。 身長1 7 3トル、体重7 2ラムという大柄な体格に加え、2年生の時に歓迎庫の農会試合で14人抜き達成したのが、同校の柔道教師であった、水辺義蔵六段の目につき、勧誘されて本格的に柔道を始めた。記録上の行動館入門は1938年10月4日付で、翌10月5日には初段を排除。 翌年10月の県家中等学校柔道大会の第一部での決勝戦に大久保は大将として出場し、高田中大将の米田初段を片襟背負い投げに下し、この時の感動は後々まで忘れられないものとなったという。中学校4年5年生の頃には富山県庁舎前にあった武徳伝富山支部にも通い、あぜた弱きや全日本選手権大会の常連であった。 羽田康文らの胸を借りて、帰宅するのは20時過ぎという生活を送った。旧制第四高校が主催する新越五県の中東学校大会に出場すると、団体、個人とも優勝を果たし、同級生で後に、行動官指導員を務めた高田勝義は、中学生にして、柔道三段、おそらく、日本一強い中学生だったと評す。 武道専門学校では4カ年を首相で通した、中学時代の優勝期十数本を置き土産に1940年に、恩師、みなの勧めで、京都の武道専門学校本科に進学。ここで、磯貝はじめや田畑翔太郎両藩主の捕か利原、民夫、森下勇、エビ五一、伊藤徳次、広瀬岩浦の訓導を受け、どの先生、 先輩からも立っていられないほどに投げ飛ばされた。大久保は後に、田舎での花高々の青年にとっては、経典同地で、まさに、井の中の河津大会を知らずのことわざを身をもって、体験させられたと10回していた。それでも、寮の庭に、丸太棒を埋めて、毎日何百回も一人打ち込みを行ったほか、裏手の吉田山に駆け登って50から 100kg の、 大きな石を抱き上げる等の荒稽古を日課とし、同期の港翔一や大谷菊男に加え、一年先輩の吉松義彦や一年後輩の橋本地から、競合選手との稽古に明け暮れて、実力をさらに磨いた大久保は、一年生で四段、二年生で五段と、順調に昇段。なお、自身の不器用さを痛感していた大久保は、栗原民夫の、ドンを補うに根を持ってせよと教えを深く、 紐に銘じて、精進、晩年までこの言葉の実行を心がけたという。第二本部特会が1941年に開催した全国都道府県対抗大会に、大久保は高木栄一郎、田中聖太郎とともに、京都代表として出場して優勝を果たすと、翌42年の明治神宮大会では、卓大の平野時雄と決勝戦で激闘を振り広げ、 準優勝に輝いた。1943年3月、後に申し分のない良い環境に恵まれたことを心から感謝と評した武道専門学校を卒業。卒業後に父親の姉の養子となり、以後は伊藤生を名乗った。1953年度全日本選手権、決勝戦での吉松義彦と伊藤太平洋戦争の戦果が激しくなると、 伊藤も1943年12月に現役兵として入隊。公兵将位として終戦を迎えた後は満州からシベリアの奥地選ぶかで抑留され、復員した1948年10月には従前 90kg 前後あった体重があり、3位まで落ちていたという。復員後、富山で半年間の保養を経て、富山北部中学で約1年間国語や、 漢文の教鞭を取った後、再び柔の道を志し、岐阜市系に柔道師範として入り、1949年から連続して全日本選手権大会に出場。しかし、49年と50年は、第5都市郎6段に敗れ、51年は、武道専門学校の先輩にあたる松本康一七段に敗れた。学生時代に得意していた内股、羽越し、 大外刈り等の大技は、戦時下での稽古中断や加齢による体力の衰えと、比例するかのようにさえを失い、相手を倒すほどの威力は失われていた。そこで、伊藤は足技に目をつけて稽古を始めると、次第に効果を発揮するようになり全日本、選手権大会のような大試合でもよく聞いたという。1952年3月、名古屋強生管区の法務教官に着任。 同年8月に、秋田市で開催された全日本、東西対抗大会では全日本選手権者でもある、吉松義彦七段を優勢勝ちで破り競合、松本康一七段と引き分けて、当軍優勝に大きく貢献。この頃には、体重も 88kg まで増量し、とりわけ、大外刈りや、内股、しずり込み足等の多彩な技を用いた。1953年、 5月の全日本選手権大会に照準を定めた伊藤は1月から行動館に通い詰め約1ヶ月間歓迎湖で3時間の猛稽古に勤しんだ。5月の大会本番では順当に勝ち上がり準決勝戦ではそれまで2度大会を制している石川隆彦七段を得意のしずり込み足で一戦決勝戦に駒を進めた。決勝戦ではディフェンディングチャンピオンである 吉松吉彦七段と対戦、試合時間20分のうち前半は互いに優劣なく、試合が進んだが、11分過ぎに、あわや場外という場面で、伊藤が気を抜いて、観客席を見上げた瞬間に、吉松の左内股が炸裂し、今日疲れた、伊藤の体は大きく、中舞い一本符を起死した。同年9月に、福岡市で開催された全日本、東西対抗大会では、 東軍副将として参加し、全日本選手権大会の鬱憤を晴らすかのように、岡本信春六段、港昭一六段、宮川義和六段を抜いて橋本親六段と引き分けるという3勝1分の好成績を残した。全日本選手権大会には54年と55年も出場するが、30歳を超えたい党はそれぞれ初戦敗退と2回戦敗退で大会を終えている。 現役の第一線を退いてからも法務教官を務め上げて、強制管区の柔道大会では審判長として活躍したほか、役所や名古屋市西区万代町に構えた自身の町道場で更新の指導に当たった。1988年4月の加納市販50年祭にて9谷へ、商談し赤帯を許され、商談に再支糸は、この道に入り54年。 ひぐれて道通しの感をますます深くしている、基本にかえって、作りに関し全く新しい発想のもとに工夫を凝らしていきたいと意気込みを述べていた。その後も柔道界において、全日本柔道連盟表議員や、行道館最高審議員、東海柔道連合会副会長、愛知県柔道連盟名誉会長、名古屋柔道協会名誉顧問等の重責を、精力的に歴任した。 2002年の年末、胃がんのため、名古屋市内の大学病院で死去。葬儀は、宗派創価学会で執り行われ、棺には使い古して、汗まみれの死の柔道医が備えられた。ありがとうございます。